どもどもこんにちは、私です。今回はカスタムの稼ぎ方、ということで、カスタムでのお金の稼ぎ方を紹介します。注意なんですが、この動画はルートを紹介する動画ではなく、お金が増えないって人向けの装備、漁る場所、動き方の解説になります。それではタイムラインです。お好きなところまで飛ばしてみてください。それではまずは装備から、まずお好きなヘッドセットとお好みでバラクラバ。今回採用したアーマーはこれです。この交換が今季の4アーマーで一番コスパいいです。ラグマンさんからなので大体の人は使えるはずですね。メガネが大体1万ルーブル台ですね。そしてこのバイザーはこっちの交換で、今は1万ルーブル台ですが、大体8000から7000くらいの時が多いですね。で、これで大体6万ルーブルくらいで購入できます。他の選択肢としては今季追加のこのアーマーリグ。これは材質が良くて直りがいいので修理して使い続けれるのが利点で、欠点は腹が守れないのと、2万ルーブル高いとこですね。あと少し容量が狭いです。4アーマー切るなら死ぬ前提なので購入制限が1なのも悪いですね。そしてラグマンが2の人はこっちの MMAC。値段は前より高くなりましたが、コンプが高くなったりしてるので相対的にまだまだ現役って感じですね。値段も大体7万から8万ルーブルといったところでしょうか。ラグマンが3になるまではこいつがコスパ良くていいですね。次にバックパック。これはできるだけ大きいものを。おすすめは F5 ですね。タスクが終わってればトライジップがいいです。単純に安いだけなのであまり変わりはありませんが。で、こっちの F4 やピースキーパーから買える3V ってやつよりおすすめな理由が、F4 は単純に重いんですよね。だいたい 3kg F4 の方が重いってのと。このアーマーリグ、これをバックに入れて圧縮することで、軽くて大容量になります。こいつは圧縮率は普通ですがめっちゃ軽いのが特徴で、圧縮率は7マスなので、だいたい 2kg で37マスのバックパックが使えます。値段もだいたい7万から8万で、さらにもう一つ入れれば44マス、重さも3キロいかないくらいでおすすめです。まあ、人によっては 3V がいいって思う人もいるかもですが、意外とリグって拾う機会があるので、2個入れれる F5 は個人的におすすめです。で、次に回復アイテム、サレワを使いましょう。タスク解放だった気はしますがセラキスと1から交換で安く手に入ります。こっちはちょっと解放遅かった気がします。この水がフリマでだいたい 1.5 万くらいで買えるので、IFAK より優秀なサレワがほぼ同じ値段で買えるのでコスパ最強です。止血は重出血用にヘモスタか赤包帯持っていきましょう。軽出血はサレワで治せばいいのでいらないと思います。あとポケットにグレを1個か2個は入れておきましょう。敵と接敵した時グレがあるとナイトでは生存率が結構変わります。でヘルメットはこれがいいかな。このヘルメットはクラス4で一番安かったはず。今季はヘルメットに助けられまくってるのでつけた方がいいと思います。マジで金がないって人はつけなくてもいいと思いますが、ちなみにバイザーがつけれる人は TC800 か。LZSH に3バイザーつけるといいですね。まあサンプル終わらせれる人が金欠なことないと思いますが、とこんな感じですね。だいたい総額23万とヘッドセット代ですかね。武器はマジでお好みです。住人と色金作用武器があると思うので一番好きなものでお願いします。私はこのくらいの装備になら MP7 が最強かなと思います。無駄に在庫が増えるばかりですしね。と、こんな感じですね。武器も合わせれば多分皆さん30万から35万くらいになったと思います。装備はこんな感じで次は漁る場所についてです。まずはこれがカスタムのマップですね。私が思うにお金が稼げない理由って、アイテムがちゃんと漁れてないからだと思うんですよね。実際私がそうだったんですが、どのマップでもしっかり漁るべきとこを理解してると、自然とお金は増えるものだと思います。で、私が思うカスタムの美味しい場所はこんな感じ。私は基本カスタムはサクッと漁ってサクッと買えるので、漁るのに時間がかからないところを漁ってます。ですが、量はめっちゃ美味しいですがほぼ接敵するので避けるべきでしょう。あとインテリ等も最速湧きじゃない場合は、接敵はするわ、インテリはポーチに入れられてるわでいいことないです。最初はカスタムで接敵を避けるのは難しいと思うので、この5つを重点的に漁りながら、サクッと脱出していきましょう。そこで重要なのがレイド全体での動き方ですね。個人的に接敵しやすいところはここら辺。量とインテリ等は抜いてこんな感じですね。真剣説を漁る以上接敵する確率は高いですが、今季は結構フリーなことも多いのと、スカブが湧くことで銃声がしてたら避ける、という動きもできます。それ以外で言うと大体がマップの通り道になりますね。ですがどれも避けようと思えば避けれる場所なので、できるだけ銃声を聞きながら、危険な場所は避けて移動しましょう。ただし、それでも接敵率を0にすることは不可能なので、生き残ったレイドでしっかり稼いで、死んだレイド分の装備の元を取れるようにしましょう。生存率が4割くらいでも意外と黒字にできますからね。だからバックパックはできるだけでかいものがいいんですね。それでは実際にやっていきましょう。と言ってもレイドを流すのもあれなので、ダイジェストでいきましょう。これが1レイド目の動きです。赤丸が漁った場所、赤線が移動した道です。
ここら辺ではいたので、その周辺を漁って、山側で銃声がしたので狙われないように平沿いを走って、新建設の電源をつけてから地下の武器ボックスなどを漁って、オールドガスステーションからショートカットして移動、最後に新建設を漁ってそのまま電源を入れてたので帰宅。って感じですね。所要時間は13分くらいですね。成果はこんな感じ。ラチェットレンチとかまあまあ高いアイテムが出たのと、途中でリブを拾ったのでさらに圧縮して持って帰れたのが良かったですね。すべて売り払ってこんな感じ。大体80万と剣眼鏡ですね。剣眼鏡は交換に使うので売りませんでした。フリマ売りで8万なので結構稼げてますね。では次に赤倉庫側のゴミ脇だった場合、すぐに川を渡って、隠しスタッシュが2個あるので漁りました。その後はインテリ島をスルーして小屋まで走って、小屋を漁って、新建設に行って、漁って、電源をつけに行って、そのまま新建設に戻って帰宅ですね。所要時間は10分ぐらい。入手アイテムはこんな感じ。途中スカブからリブを取っていきますだけ圧縮しました。リブも売れば金になるので、スカブからは積極的にリブを取りましょう。で、売った結果がこんな感じ。ズーブルは55万くらい。イングレと APSX は売れないので計算外に。砂糖2個とウォーターフィルターは自分で使うので売りませんでした。もし売れば砂糖が1個4万、ウォーターフィルターは5万なので、68万くらいの収益になりますね。だいたいこれが平均値だと思います。だいたい10分で60万から80万。結構効率いいんじゃないでしょうか。最後におまけとして上振れたレイドをご紹介。インテリ搭載速だったのでインテリ確認。ここでインテリを2枚引き、これだけで60万ですね。その後強力2両まで行って、MP7 とアスバル、金庫を漁って、しっかりスカブからリブを取ったり、工具や電子部品を漁ってこんな感じ。そして売った結果が、約170万ルーブル、さらに砂糖とドルも合わせたら180万ルーブルくらいですかね。と、こんな感じで安定した稼ぎもできますし、インテリが引けたり、リブを拾ってしっかり漁ったりすれば一攫千金も夢じゃありません。まあさすがにここまでの上振れはそうそうないですが、でもインテリ搭載速や、量最速だった時に、サクッとインテリ確認や金庫だけ漁るっていうのもいいと思います。カスタムは自分のプレイスタイルに合わせて動けるので、自分に合った動きを見つけれるといいですね。それじゃあ今回はここまで、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。また次の動画でー。